空気を抜いて2つの溶液を混ぜる、器具なんですよ。スンベルツ管って、空気を抜いた状態で2つの溶液混ぜるだけだったら2つビーカーがあればいいじゃん。だからそれを空気のない状態でやりたい、酸素とかが邪魔だなっていう状態で何か2つの溶液を混ぜたいと思った時に使う管なんですよ。で全然難しいんじゃなくて、これね、これがツンベルク管、これ外せます。でこっちが副室、溶液を入れることができます。こっちにもここにも。でこれが主室、ここにも溶液を入れることができます。でこれをこうしてこの2つの溶液を混ぜることができるわけね。でここにね、空気を抜くための穴があって、これ分かるかな、ここにもね穴が開いてるの分かるかなね。でここにも穴が開いてるのね。だからこうやってこの穴を一致させて圧力下げてこれ空気抜くじゃないですか。でこれとこれずらせば穴の位置がずれて密閉されるわけで、空気のない状態がここに作られて、それで溶液を混ぜることができるわけですね。これツンベルク管で、どんなことに使われるかっていうと、まずはじめに空気を抜くね。で2つのお部屋に入れといた溶液を混ぜるわけね。ここには副室ね、副室には例えばコハク酸とメチレンブルー、メチレンブルーはちょっと後で説明します。でこっちにはコハク酸から水素を奪うね。今回の実験の目的は脱水素酵素の働きを調べるっていう、ただそれだけなんですよ。あ、脱水素酵素働いてんなって、それを調べる実験なんですよ。でこっちには脱水素酵素ってでもいろいろあるんだけど、特に今日使うのは琥珀酸から水素を切り出すね、水素を奪う脱水素酵素、琥珀酸脱水素酵素ね、脱水素酵素を、ね、使ってること注意ね。でこれね、呼吸にこの琥珀酸脱水素酵素ってクエン酸回路、呼吸の過程で働く酵素なんで、いろんな生物が持ってるんですよ、いろんな生物が呼吸してますから。だから、ここね、鶏の細胞を使ったり、問題によっていろんな細胞を使われるんだけど、あ、鶏の細胞を使ってるから鶏の実験してるのかなじゃなくて、そう、鶏の細胞の中に入ってるこの琥珀酸脱水素酵素の実験をしてるからね、そこ注意ね。で混ぜますね、この2つの溶液を混ぜます。そうすると何が起こるかっていうと、これが酵素の基質でこれが酵素だよね。琥珀酸から水素が奪われて、難しいんだけどフマル酸になります。でその時に働くのは琥珀酸脱水素酵素です。この琥珀酸がフマル酸になるって、これクエン酸回路の一部ですよね。クエン酸回路の一つの過程ですよね。クエン酸回路の覚え方ね、クエン酸回路って覚えにくいじゃないですか。で覚えにくくてイライラしちゃうでしょ。クエン酸回路ちょっと蹴飛ばしたくなっちゃうでしょ、ね。クエン酸蹴飛ばして怖くなり、踏まれたリンゴを置き去りに。クエン酸蹴飛ばして怖くなり、踏まれたリンゴを置き去りに。クエン酸クエン酸、クエン酸クエン酸蹴飛ばしてケトグルタさん、怖くなり琥珀酸、踏まれたフマルさん、リンゴをリンゴさん、置き去りにオキサロサクさん、でまたクエン酸に戻るっていう回路。でそのクエン酸回路のこの一つのステップを、一つのステップをにちょっと着目してるからね。琥珀酸が琥珀酸だを再現してるからね。琥珀酸が琥珀酸脱水素酵素によってフマル酸に、水素を奪われて変わってしまうと。でこのね、琥珀酸脱水素酵素ってポケットがあって、そのポケットの名前を FAD っつって、もう琥珀酸脱水素酵素って FAD っていうポケットに1回水素を入れなきゃ絶対いけないんですよ。
これ FAD、コアキサン脱水素酵素から、まあ、普通剥がれないけど、剥がしたら働かないんですよ。FAD っていうコアキサン脱水素酵素のポケットがあって、そのポケットに水素が入ります。この中に水素が入ります。あ、じゃあそれをこうやってね、混ぜて確認するんですねって思うかもしれないけど、でもね、この反応って見てわかんねえんだわ。あ、今コハク酸からコハク酸脱水素酵素が水素を奪って FAD に渡されたって見れないんだわ。見れないんですよ。小さすぎて。だから俺たち、メチレンブルーを入れとくんですよ。メチレンブルーって、どんな形があるかっていうと、はじめ青いんだけど、ちょっとメチレンブルー、MB って書くね。これメチレンブルーね。メチレンブルーはじめ青いんだけど、FAD っていうポケットに水素が入ったら、その水素がメチレンブルーに渡されて、これ、無色になるんですよ。だから、酵素反応が進めば進むほど、メチレンブルーの青が消えてくるんですよ。だそれの色の変化を見ることで、酵素反応の速度の変化とかを、研究できるわけね。これだけだと目に見えないけど、FAD の H を受け取って無色に変わる液体、このメチレンブルーがあるから、本当はメチレンブルーって染色液で核とか染めるんだけど、こんな風な使い方もできて、H をメチレンブルーが受け取って、もうね、H ちゃんとくっついて、ね、H ちゃんとくっついて、色を変えてくんで、ね、色を変えてくんで、あ、メチレンブルーが無色になったよってことは、FDH2 が生じてたってことだ。FADH2 が生じてたってことは、あ、コハク酸脱水素酵素が、コハク酸から水素を奪ったってことだってわかるっていう実験なのね。で、もう一回繰り返して言うけど、その色の変化の、色の変化を測定する、色の変化の速さを測定することで、酵素反応の、この酵素の反応の速さも測定できるっていう。で、初めに空気抜いておくって言ったけど、なんでわざわざビーカーでやんないで、こんなツンベル管っていうね、空気のない状況で実験するような器具をなんであえて使うかっていうと、もしこれ空気抜いてなかったら、酸素っていうね、もうね、酸素っていう、もう H 受け取りたくてたまんないようなやつが、お前それよこせって言って H を受け取って水になっちゃうんだよね。ちょっと図が長くなっちゃって分かりにくいけど、もし酸素があったら、もし酸素があったら、あ、メチレンブルーが無色になることで酵素反応が働いてるって分かったぞーって思うや否や、もうすぐこの H を酸素に奪われてまた青に戻っちゃうんで、反応が進んでんのかどうかよく分かんないんですよ。だから初めにこの酸素ちゃんを試験管の中から、このツンベル管の中、ツンベル管の中から抜く必要があるんですね。空気を抜く必要がある。だからこれ酸素によってH と結合したメチレンブルーが青に戻らないようにするために、酸素を、空気を抜く必要があるんですね。このね、無色とかね、青色をね、ごちゃごちゃにね、なかなか紛らわしいですよね、どっちがどっちとかね。で、まあ一応例えば覚え方のちょっとくだらないけど一つの例としては、まあメチレンブルーっていうのはこの H っていう恋人と、まあくっつくと。で、そのこの H はメチレンブルーの恋人だと。で、この H を酸素に奪われて、ね、恋人を奪われたからブルーになるっていう、まあ一つのね、くだらない覚え方だけど、だからまあメチレンブルーっていうか、まあ失恋ブルーって呼んだ方がいいかもしれないね。でも、まあ、今の冗談で、こちらね、なんでビーカーでやんないでツンベル管をあえて使うのかと。そして一応一番大事なことはね、そんな難しい実験じゃないってことなんですよ。ただ単にこわ脱水素酵素働いてんじゃんっていう、それを確認する実験なんですよ。このツンベル管っていうね、ちょっと仰々しい名前に騙されないでください。こちらツンベル管を用いた脱水素酵素の働きを調べる実験でした。